さあ一緒に SF より不思議な世界に出発です。新しい宇宙論が想像を超えた奇想天外な世界に私たちを誘ってくれます。宇宙の統一理論への期待を担って登場したヒモ理論。果たしてさまざまな課題を乗り越え、統一への夢を叶えることができるのでしょうか。私たちが空間を自由に移動し、時間も超えることができたら、驚くようなことができるようになります。私はここからこんなところやこんなところやこんな場所にも、そしてここにも一瞬で来られます。もちろんこんな移動はできないと誰もが思います。きっとその通りでしょう。ところがここ数年、時空についての理解は変わってきています。これまで SF の世界の話だと思われたことが、それほど現実離れしていないと考えられるようになりました。全てはヒモ理論と呼ばれる新しい理論のおかげです。宇宙についてこれまでとは全く違う考え方を示しているのです。ヒモ理論はどのようにして宇宙が始まり今に至ったかという基本的な疑問にも答えを出してくれるかもしれません。ヒモ理論は未開拓の西部みたいなものです。理論物理学の一分野ですが、これまでのどんな理論とも根本的に異なっています。ヒモ理論はシンプルな前提から出発しています。宇宙のすべて、地球もここにあるビルも、重力や電気などの力も、ヒモと呼ばれる途方もなく小さい振動するエネルギーの糸でできているというものです。ヒモはこれまでの宇宙に関する知識をどんどん変えていっています。特に空間の本質についての認識を大きく変えました。分かりやすくするために宇宙全体を小さく縮めてみましょう。ニューヨークのマンハッタン島が宇宙の全てだと考えてください。宇宙空間の織物によってこの島は作られています。私はウォールストリートにオフィスを構える大企業の最高経営責任者です。時は金なり。自宅のあるマンハッタン北部からウォールストリートまで最短ルートで行かなければなりません。誰でも知っているように2つの地点の最短距離は直線です。でもオフィスまでたとえ直線の道路があったとしても、到着までにはある程度の時間がかかります。スピードを上げれば上げるほど移動時間は短くできます。とは言っても光より速く進むことはできないので、短縮できる時間には限界があります。このマンハッタンの宇宙は古典的な宇宙観で描かれているため、静止して変化のないものです。しかしアルバート・アインシュタインは、宇宙は時間と空間の織物でできていると考えました。そしてその織物は歪んだり伸び縮みするというのです。そうなるとワームホールと呼ばれる特殊な空間も存在するかもしれません。ワームホールというのは、遠く離れた空間同士をつなぐトンネルのようなもの、すなわち宇宙の近道です。こんな通勤方法はニューヨーカーの夢でしょうね。しかし一つ問題があります。ワームホールを作るには宇宙空間の織物を引き裂いて穴を開けなければなりません。
宇宙を形作っている空間の織物に穴を開ける、そんなことが本当にできるんでしょうか。すきっぱらでは頭も働きませんから、何か食べに行きましょう。朝食のコーヒーとドーナツ、これをじっくり観察すると宇宙空間の織物を引き裂くことができるかどうかだんだん分かってきます。宇宙がこのドーナツのような形だと想像してください。コーヒーカップのような形の宇宙とは随分違うように見えます。ところがドーナツとコーヒーカップの形は実は同じなんです。ほんの少し姿を変えているだけ。見てください、ドーナツには真ん中に、コーヒーカップは取っ手に穴が開いています。つまりドーナツはコーヒーカップの形に変えたり、また戻したりすることができるということです。わかりました。次はこれを違う形、そうですね、穴のない形に変えるとします。それにはこうやってかじるのが手っ取り早いでしょう。そして形を変えてみます。アインシュタインの理論に従えばこれはありえません。宇宙は伸ばしたり曲げたりはできますが、裂くことはできないからです。どこかにすでに出来上がった形のワームホールは存在しているかもしれません。しかし宇宙空間を引き裂いて新しいワームホールを作ることはできないのです。つまり私の通勤にワームホールは使えません。ところがヒモ理論は全く新しい宇宙観を私たちに示しています。どんなものかを知るために空間の織物にもっと近づいてみましょう。私たちが100万分の1の、そのまた10億分の1まで小さくなることができれば、量子力学の世界に入ることができます。量子力学は原子の動きをコントロールしている法則です。ここでは光、電気、その他あらゆるものが最も小さなスケールで動き、空間の織物は激しく混乱しています。裂け目や破れ目がたくさんあるかもしれません。だとしたら空間の織物のほころびが宇宙規模の破局につながらないのはなぜなのでしょう。実は紐がこの混乱を沈めているのです。一つの紐が空間を踊っていくと一つのチューブができます。チューブは裂け目を取り囲む泡のような働きをし、ある種の保護シールドになります。ヒモ理論では空間が引き裂かれることもあり得るのです。つまり宇宙空間はアインシュタインが考えたよりもはるかにダイナミックで変化しやすいのです。ということはワームホールができる可能性もあるんでしょうか。エベレストへちょっと朝の散歩に出かけ、パリで焼きたてのフランスパンを食べ、それからニューヨークに戻って会議に出る。確かに素敵なことですが、まだまだ実現は難しいでしょう。一つだけはっきりしているのは、宇宙は我々の想像をはるかに超えた奇妙なものだということです。ヒモ理論がそれを示しています。ヒモ理論によると、私たちは隠された次元に囲まれています。おなじみの三次元空間を超越した不思議な世界です。